バイオスで実験をしますので、やってもらうことは2つあって、1つは細胞にプラスミッドを、プラスミッドの DNA を外から入れる。もう1つは、入れた細胞が、あらかじめ作ったので、それがどういう変化をして、具体的には抵抗タンパク質のベッドで光るようになるんですけど、その光っている様子を観察する。で、早速なんですけど、あまりみんな長袖着てるみたいですけど、ここの不倫電池、もしくは安全カビネットの中に手を入れて作業をするので、ちょっと手をまくってもらって、まあ、それの人は、細胞があります。で、細胞は見えないと思うんだけど、なんか赤い液が入っていて、下の方がザラザラしてるんだけど、わかりますか？なんかすりガラス。で、目で見てもわからないので、ちょっと顕微鏡を使って確認してみましょうか。ピントを合わせると中に入っている細胞が
なんか入る。見えた。想像してたよりすごかった。想像してたより違う。見えました？で、多分ね、今一個一個の細胞がそんなにたっぷりは見えないけど、もうちょっと倍率を、すごい、いいレンズを使って上げてみると、そうね、オリンパス八王子の工場あるよね。うん、あ、これで見てください。さっきより大きくなった。大きくなった。さっきより一個一個の細胞がよく見えるようになった。トゲトゲしてる。そうだよね、なんかそう、トゲトゲしてる。例えばさっき見てたのは、カルシウムの溶液に、プラスミド DNA を入れて、でそれからこのリン酸バッファを混ぜる。でそれを細胞に振りかけるおしまい。とっても簡単な卵焼きとか目玉焼き作るぐらいの簡単さでできるんですけど。
点で使うなんていうか液体の量ってこれ見てもらったんですけどすごい少ないんですね。だいたいどれぐらいの、スケールかっていうとなんかみんなミリリットルとかわかるよね。ミリリットルってはリットルの1000分の1なんでミリリットルなんですけど、生物の実験で使うサイズはだいたいマイクロリットル。マイクロリットルっていうのはミリリットルの1000分の1で、今から1マイクロリットルっていう量を取るんですけど、1マイクロリットルっていうのはこれぐらい見えますか？少ない。なんかちょこそこは見えないでしょ。なんか前にこれこの液が1マイクロリットル、水でいうと1ミリかけ1ミリかけ1ミリくらい。今 DNA が入ってるんですけど、今からやるのはこの DNA をカルシウムに混ぜます。入れました。で、
しが、傾けないで、じゃあ
5人でちょっと集まってしまうけど、この A、B、C、D は違うものを見たんだけど、見た目ではまだ分かんないよね。何か、例えば A だと今光っているということは何かだけど、どうか、解説するか。じゃあ、本当は違うっていうところを今から確認してみて、で、心配な人はそこのテーブルの上に材料を入れておくといいかもしれない。知らない間にね、傾けて壊れちゃう。中身が違うんですね。さっきはみんなで同じ DNA とかだったんだけど、エビシの靴は違う DNA とかに行って、ABC のどれかが緑色に光る蛍光タンパク質、赤色に光る蛍光タンパク質、青色に光る蛍光タンパク質、何も光らない人いくらかあります。なのでちょっとみんなにそれを確認してもらおうかなと思って、今はいろんな色があって、緑色だけじゃなくて、赤いのもあるし、青いのもあるし、赤外線とか、こういうやつもあるんですね。で、緑色は、オアクラブですけど、赤いのは光るサンゴかなと思って、そのサンゴのタンパク質もこの ABC のタンパク質で、ただ、このまま見ただけではわからないので、何をするかというと、あります。なんか今これ青と紫外線が出てますね。紫外線、青、緑、2種類光が出るんですけど、もしこの中の細胞が光る蛍光タンパク質を持っていると、光を当てた時に蛍光が出る。緑色の蛍光タンパク質は青い光が当たった時に緑色の蛍光が出るし、赤い蛍光タンパク質は緑色の光を当てた時に赤く光るし、青い蛍光タンパク質は紫外線を当てた時に青く光る。で、どれが出てるかもしくは出てないかを最初、で、太田さん、ちょっと見てみましょう。このカメラはね、残念ながらモノクロなんで、何色に光ってるのか分かんないんだけど、この細胞が DNA を振りかけた、振りかけた残骸がここに残ってるんだけど、細胞が。で、細胞が見えたところで、明るさ
れはね、多分画面で見てもあんまり分かんないと思うので、実際にあのめっちゃ聞いてみます。もう来たぞ。映りましたね。これ映ると、あ、すごい撮れてる撮れてる、綺麗。これがあの GFP の機械。蛍光のマーカーみたいな、ああいう結構派手な色なんでしょ。じゃあこの A の太田さんのやつは GFP、 まあ一番メジャーなタンパク質。じゃあ次 B、 石原さん、
それからアデノウイルスの原子を混ぜて同じことやれば不可分できるやつはウイルス入りの細胞になる。ウイルス入りの細胞からウイルスを取るためには細胞を回収する必要があるんだけど、そこをちょっと今度はこっちへ。で、クリーンベンチじゃなくて安全キャビネットを使うのは、まあ、この中にウイルスが入っているという、まあ、想定 でウイルスが入っている時にクリーンベンチみたいに中から外に気流があると、ここからウイルスが自分の方に降りかかってくるということになるので、あのね、気流がね、感じられる人はこう感じてほしいんだけど、外から中、まあ、間違えるとよく似てるんだけど全然違う。で、どうやって細胞を集めるかっていうと、どうしようかな。ちょっと田口くん一緒にやろうか。で、これをチップを取って当てます。で、これをねよく見ると細胞がくっついてるところがもうザラザラしてるの分かる。なんかすりガラスみたいな白っぽくなってるけど分かんない。じゃあちょっと剥がしてみようか。これを液を取って水流を当てると剥がれたんだけど、分かった。細胞がついているところは白っぽくなってるけど、剥がれたところはこうツルツルの綺麗な。これを吸って出して、吸って出してっていうのを繰り返すと、どう、右側は剥がれてる、左側は細胞がまだついている。吸って出して吸って出して吸って出して、じゃあちょっと続きをやってみてください。吸ってから、あ、そう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 、吸って、そうそうそう、出してというのを繰り返して細胞を剥がすと、どういうことが起きるかというと、この細胞が、液の中に入ってくると、この変化液って言うんですけど、そこに張り付いていた細胞がこの赤い媒体の中に入ってくると、で、全部取れたら吸い取って、取りました。そうするとこのお皿には細胞が残ってなくて、細胞が液と一緒に見てみると、なんか濁っていくんだけど、それが全部細胞。吸って、その吸ったやつを距離から当ててやる。そうすると離れたところが綺麗になっちゃう。ああ、なるほど。そうそうそう。その離れたところをたくさんたくさん吸って。
だんだんなんかその底が見えてくる。何を？じゃあちょっとあと、すいません、ありがとうございます。はい、大体感覚分かったかな。はい、じゃあ。これじゃなくて、こうやって来る人もあるよね。僕やるから大丈夫。はい、ここが離れたので、はい、ここがまだ残ってるので、はい、これをこう。だんだん剥がして。本当はもっとね、全部剥がしてもらった方がいいんだけど。電気の細胞なので、結構剥がれにくいかもしれない。そしたら、みんなでまとめて、はい、色いちがすごい。じゃあちょっと、そこに行ってあげてください。その細胞を持ったまま機械に、1000回転してて、1分間に1000回転でこれはまあ、まだ日立だからね、洗濯機日立ゆっくりしてるんだけど、そこにある遠心機とかだと、例えば1分間に1万回転とかすごい回転するし、すごい回転するとそれだけ落ちる。細胞から重たいとすぐ落ちてくるんですけど、タンパク質とかの機械を落とすためにはそれぐらい強い地味になる、うん、で、まあ3分間待つと3分間待つと細胞の変化というか細胞がドーンと落ちて下に張り付きます。下に張り付くと、もしかしたら色が見えるかもしれない。お皿の中がすごく薄く分かってたんですけど、妊娠すると分厚くなってくるので、ものによっては色がついているかもしれない。どう、前半は大体これでおしまいなんですけど、なんか分かんなかったピンクなのか水なのか、これが青いっていうのがあるんですけど、で、これまだね、培地が上に乗っかってるので、これを吸ってみようか。で、これ上になんか色のついた培地があるので、
青か。これが違いすぎる。まあでも円も比較的違う。そうだね。JFP はどっちかというと黄色っぽく見えるかもしれないね。これが似てるね。A と C。松本さんに教えてもらってます。場所がね、ここじゃなくて、向こうの部屋に。それが脳なんですか？これ脳ですね。マウスの脳です。さっきマウスって見たのかな？生きてるやつ。これ脳ですね。ちょっと見てもらって。なんかあっさり脳が出てくるのがこんな綺麗に取れちゃう。へえ。ちっちゃ。あすごい。わあ、別のもんとして考える。ネミちゃんとくっつけない。ただまず脳を凍らせていくんですけど、凍らせ方もいくつか種類があって、で、まあ、直接この脳をドライアイスの上に置いて凍らせるっていう方法もあるんですけど、まあ、今回はこの凍埋剤 OCT コンパウンドって言うんですけど、これの中に脳を入れてこの凍埋剤と一緒に凍らしていきます。で、脳を切るときにこういう感じで、わかるかな、切っていくんですけど、これ凍ると透明になっちゃってどこが上か下かわかんないので、ここに今上って書いて切るところをわかりやすく。どれぐらい凍るんですか？さっきは10分ぐらい、結構かかりました、もう毎回使えるじゃん。あ、本当だ、白くなってる。じゃあさっきの部屋へ移動しましょう。はい、よいしょ。この機械で脳を切っていくんですけど、今設定温度がマイナス20になってて、これが切片の厚さ。あ、なるほど。で、今40マイクロで切れる設定になってます。で、このレバーを回していくと、この後でやるんですけど、ここにこれさっき切ったやつで、このこういうふうにセットして、オーブンの、まあ本当はこうのがこうくっついてて、でこう回すとこの丸いのが動くんですけど、ここに刃がついてるので、すごい、これすごい危ないんで、ここは触らないようにして、でここを動かすとこれが上下に動いて、こう40マイクロの厚さで、この台が実際は40マイクロずつこう前に進んでいくので、こう一回一回転するごとに40マイクロの厚さで脳が切れていきます。これ脳？これ脳ですか？脳だ。そうです。うわ、このなんか真ん中のプレッツェルみたいですね。プレッツェル。そこは脳室かな。うわ、すごい。ちょっとまず切りやすくするために、この余分なコンパウンドをトリミングしていきます。
ちょっと脳が見え始めたの分かりますか、ね、多分これ救急の先っぽの方かな。ちょっと脳地図撮ってもらっていいですか。今は多分これも同じようにこういうふうに切っててるんですけど、このぐらいかな、大体、まあ、見えてる感じ一緒だと思うんですけど、今この辺を切ってます。もうちょっと尻尾側までもうちょっと切ってから、じゃあ実際にちょっと脳を切片を取っていきます。で、取るときはこれをこうカバーをかけてもらって、で、この一枚一枚をピンセットで取ってもらって、ここに切った順番に1枚ずつ入れていきます。で、さっきちょっと切ったのがこっちに入ってるんで、ここからこう順番に 1,2,3,4,5,6,7,8 って入れていきます。で、一番目に切ったのが、4枚まで入れたら皆さんにも実際切ってもらいます。はい、じゃあ最初にやりたい人ここに歯があるからここだけは触らないように気をつけてもらって、で、ここに今この青いところが突破になっているので、ここをカチッと外してもらって、オフに回転させると1枚切れます。あ、そうですね。じゃあ4枚切ってもらって、はい。そしたら、ストッパーを入れてもらって、なんか矢印のマークがあると思うんだけど、そこにこうストッパーがカチッと止まるようになってるので、はい、そしたら、ここにピンセット持ってもらって、一番最初に切ったやつをまず取ってもらって、3番目のここですね。ピンセットごと入れちゃっていいよ。ちょっと2枚目入れちゃいますか。で、3枚目はここに。多分触ったりすると壊れやすくはあるんですけど、優しく触れば大丈夫。で、これを並べていくんですけど、並べ方はまあやりやすい方法で、まあ、こんな感じで
左からこういう感じで並べていきます。じゃあ並べるのもやってもらおうかな。カバーガラスが割れた。なるべく気泡が入らないようにテストで言うのよ。ああ中学校のテストつまりだっけね。読め今日のテスト感じ聞いちゃう。はい、これで完成です。そしたら小泉教の部屋に移動して最後面白い。よくてね。場所はもう後ろの方で、そこから
細胞が軸索を伸ばしてて、この先っぽから感染して細胞体が光っているので、この細胞が光っているということは、この部分がウイルスウェッドとつながっている。この辺は全然つながってないんだけど、ここだけつながっているということは、多分なんか意味があって、ここと、この後ろの細胞は、何か機能的なつながりがある。あと、もうちょっとね、外圧を上げてみましょうか。これで言うと、ここの細胞から伸びて、ありがとうございました。細胞から入ってます。で、1年生の方は、脳線って感じなんですけど、最初に、ウイルスベクターを作るところ。実際には、細胞に3つ、A、B、C って入れるんですけど、今回は、ここだけ入れて、外からリン酸カルシウムの結晶に DNA を取り込ませて、振りかけて、細胞の外から中に DNA を入れるということをしました。で、その後で、これが3日間ぐらい経つと、細胞の中に、この入れた DNA から出てきたタンパク質がいっぱい増えるんですけど、例えば、GFP だったり、赤かったのは PD トマトっていうタンパク質なんですけど、あとは青いタンパク質 EFP だったり、
っていうのを発言させて、みんなで一個ずつどんな色が見えてますっていうのを言ってもらったと思う。 A の人は GFP が出てきて、 B の人は TP トマトが見えて、 C の人は GFP が見えたと思うんですが、なので実際何もなかった細胞から外から入れた遺伝子でその細胞を引き換えすることというのをやっていきます。で、後半戦は、まあ、先にこっちをやった人もいるんですけど、ウイルスベクターを使うとどうなるかで、まあ、時間の都合上とても無理なんですけど、これが脳だと思ってもらって、脳にウイルスを打つと。で、作ったウイルスを打って、だいたい3週間ぐらい経つと、この打ったところにウイルスが感染して、例えば光らせるウイルスだったら、その神経が光るようになると。で、その脳を、切片を作って、これを例えば、こういう方向で切ると、貼った人は分かると思うんですけど、前の方なので多分こんな風に見えたんじゃないかなと思うんですけど、ここに、ちょっとだけ脳室が見えていて、こことここが空いていて、この辺がちょっと白くなってたかな、こんな感じですかね、貼った人で、なんですけど、ここにこう点点点点と光っている細胞があって、今回切ってもらったやつはこの TD トマトっていう赤く光る細胞が、赤く光る蛍光タンパク質がそのウイルスの感染した神経に出てくるようなウイルスを使いました。プラスこれちょっと特殊で、逆光性っていうんですけど、逆光性っていうのはどういうことかっていうと、これが神経 A で、これが神経 B で、こっちに行くのが順光性、こっちに行くのが逆光性です。で、突起を伸ばしているところにウイルスを打つと、ウイルスが運ばれていって、ここで光るようになるというちょっと特殊なウイルスを使いました。なのでウイルス打ったのは脳の後ろの方だったんですけど、今日切ってもらったのは脳の前の方で、ここでこう光っている細胞が打ったと思います。ってことはここで光っている細胞はここにいるんだけど、ここからここに突起を伸ばしている細胞ということになります。ちょっと特殊なことだったんですけど、そういうこともできます。で、それをすると何がいいかっていうと、要するにこことここはつながってると。で、神経は1個の細胞で意味がなくて、ある細胞と別の細胞がコミュニケーションを取ることで初めて意味がある細胞なので、どことどこがつながってるのかとても大事なんですね。なので、それをウイルスベクターを使ってこういう光るタンパク質を入れると知ることができる。いうことで、このキットはみんなの北八王子に初めてが作っているということですね。なので、今日は、26日にやったウイルスを使って見る、調べる、操作するっていう部分の、まあ、ほとんど見る部分だったんですけど、今は、もうちょっと進んでいて、この見た細胞を操作する。この細胞を活性化させると、例えばネズミが寝ちゃうとか起きちゃうとか、そうすると起きちゃうってことは起きるの必要な神経とか、そういうことで、さらにもうちょっと応用的な話をすると、ここの研究室では全然やってないんですけど、ウイルスベクターっていうのは別にマウスに打つだけじゃなくて、僕ら人でも使われています。
つまり治療に使うことができると。で、1医大の中には、ウイルスベクターを使って、患者さんを治すっていう研究も行われていて、例えば脳の中で、あるタンパク質がその遺伝的に作られないためにもう寝たきりになってしまうっていう人がいるんですけど、患者さんが。で、そういう人の頭の中にウイルスベクターでその足りない遺伝子を補ってあげると、その寝たきりのところから、補助具をつけて歩けるところまで実際に回復することができたという話があって、まあ僕らはそういうところまで手を回してないんですけど、使ってる道具は一緒だし、まあなんでこういう研究をしているかっていうと、まあ、最終的にはそういうふうに実際に人を救うところまでつながってくれればいいなという思いで。で、今日の実験はおしまいで、みんな実際に手を動かしてもらったんですけど、まあ、多分やったことは忘れてしまうんだけど、なんかやってこういうことをしたなという体験が、まあ後々どこか役に立った。お疲れ様でした。ありがとうございました。